塔の峰は、箱根山の東部、神奈川県小田原市と、道県足柄下郡箱根町の境にある標高566メートルの山である。箱根山の小木外林山の一方であり、箱根登山鉄道の塔の沢駅の約1キロメートル北に位置する。周辺の山々とともに、富士箱根伊豆国立公園に指定されている。山頂は、 箱根山外林山の登山道と塔の沢駅前から阿弥陀寺を経て塔の峰山頂へ至る登山道が合流する山塞寺となっており山東三角点が設置されている山頂周辺は樹林に囲まれているが北西の明城が竹方面へ少し進むと開けた場所があり丹沢山地や足柄平野相模湾などを望むことができる塔の峰からは 箱根山外林山の稜線が東西に伸びており、西へは大文字焼きで知られる明星が竹、そして明神が竹、金時山へと連なり、東側の稜線は徐々に標高を落としながら、小田原の市街地へ伸びる。東山の三名は、東の南南中腹にある阿弥陀寺の岩屋において、西インドの愛久大王が、仏車両を収めた宝塔の一つが発見されたことに、由来する。なお、 南陸の塔の沢の地名もこれに由来している。塔の沢では1604年、塔の峰山中の洞窟で修行をしていた木直像の玉形によって、早川の河原より温泉が発見され、その後、箱根七湯の一つとなった。ありがとうございます。